内務省、日本、内務省、内務省は、1873年、明治6年11月10日に設置され、1947年、昭和22年12月31日に廃止された、日本の中央官庁、地方行財政、警察、土木、衛生、国家浸透などの国内行政の大半を担った。 初代内務卿の大久保利道の思想を反映して、設立当初から国民生活全般への強度の監視を課題としており、行政事務の枠にとどまらなかった。第二次世界大戦前の日本では、官庁の中の官庁、官僚勢力の総本山、官僚の本拠とも呼ばれる最有力官庁であったが、敗戦後、GHQ の指令によって解体され、廃止された。内政、 民政の中心となる日本の行政機関であり、長である内務大臣は内閣総理大臣に次ぐ副総理の格式を持ったポストとみなされていた。大場完成での歴代内務卿、及び1885年、明治18年12月22日の内閣、制度発足後の歴代内務大臣については内務大臣、日本を参照。内務次官、警保局長、警視総監は、 内務三役と称された住職で、退任後は、約半数が貴族院の直選議員に選ばれていた。1871年11月12日、岩倉施設団に副主として参加していた大久保利道は、日本の政治体制のあるべき姿として、先進国のイギリスではなく、発展途上のドイツ、プロイセン王国と、ロシア帝国こそ出るになると考えていた。 官僚の力を活用した近代化を目指していた大久保は行政や財政を司る官僚機構に注目しており各国の内務省と大倉省について実際に調べさせている。1873年明治6年3月官僚機構を活用した近代化のモデルを求めてドイツを訪問した大久保はビスマルクという強い指導者のもとで 官僚機構を活用した近代化を推し進めている様を目の当たにして強い影響を受けていた。同年5月、帰国した奥母はフランス第二帝政の国内省内務省とプロイセン王国の帝国最小府1879年に帝国内務省に再編をモデルに1873年明治6年11月10日強い行政権限を持つ 官僚機構として内務省を設立した。大久保利道を初代の内務卿として設置された当初は、後の所管事項に加え、食産工業や鉄道、通信なども所管し、大倉省、司法省、文部省三省の所管事項を除く内政の全般に及ぶ権限を持ってた。その後、農商務省、低信省など各省が独立し、内務省の所管は、大正期には、 地方行政、警察、土木、衛生、社会、労働、神道、国家神道などといった分野に限られるようになったが、戦前各省の総合で先機関的な性格が強かった道府県庁を直接の監督下に置いていたため、地方行政を通じて、各省の所管事項にも直接、または間接に関係し、内政の中心としての地位を保ち続けた。特に、 文部省は内務省によって事実上支配下に置かれていた。そのため、日本の教育行政は内務省が主導していた。元内務官僚で内務大臣も務めた後藤文夫は内務省が各省庁に対して影響力を及ぼしたことの大きな理由の一つに、地方団体に対する監督権、特に地方財政監督権を持っていたことを指摘しいる。これにより、 内務省の所管事項であった土木や衛生は、もちろんのこと、文部省、農林省、商工省、交通行政関係者に対しても内務省の立場を非常に強くしていたという。このほか内務省は、地方財務監督権、原案執行、記載認可、継続費の認可も持っており、各省庁は何をするにしても、内務省の同意と協力を得なければならなかった。満州事変や、 日中戦争、シナ事変など戦時職が濃厚になると、防空事務、国土計画を所管に加えたほか、国民精神総動員運動などの国民運動の中心ともなった。1938年、昭和13年1月11日には外局であった、衛生、社会両局が厚生省として分離されたが、当時の人事は内務省と一体のものとして運用されていた。 1910年代から1930年代にかけては、政党員が内務大臣に就任したり、内務官僚出身者が第二子に転身して、政党幹部に就任したりすることで省内に大きな影響力を与える一方、自党が選挙に有利になるように反対する省幹部や知事らを更迭して、自党を支持する官僚を公認に充てる人事を頻繁に行うようになり、 政権党が変わるたびに大規模な人事移動が行われて、党兵と呼ばれた。1925年、大正14年5月12日に治安維持法が制定されると、特別高等警察の元締めとして、思想犯や政治犯の取り締まりを行い、網の目のような監視体制を日本全土に構築した。1930年代に軍部が台頭すると、それと結んだ、 革新官僚が政党の影響力を排除した法改正を行うなど独自の政治力を持つようになる。一方、軍部が地方行政や警察への介入を図ったために双方の間で権限争いも生じたゴーストップ事件など、戦前の北海道庁、唐太町、警視庁、各都道府県の特別高等警察、特攻警察は内政の下部組織であった。 国民精神総動員運動が叫ばれた時代には民間人主導の精神運動の地方組織が内務省の統括下にある市町村役場とその指導下にあった町内会やブラク会に依存しなければ事実上運動ができない限界逆手にとって次第に内務官僚の意向が重視されるようになり1938年昭和13年7月29日には内政会議首相 増書内章、文章で、構成に、精神運動に対する企画と指導の権限を与える、子が決定した。これによって、正式に、精神運動は、内務省主導で推進されることになった。内務省は、精神運動の地方組織として、道府県庁内に、精神運動の主務課、総動員課、総動員事務局、地方課、こと課、次局課など、を新設し、 町村分会の設置と分会による、林保組織、ブラク会、5人組、10人組、林保組の指導などの実践網の整備に乗り出した。これらの実践網の整備は、表面的には、精神運動中央連盟が実施する形をとっていたが、実際には、内務官僚と警察官の主導によって推進されており、後の体制抑散運動における、 内務省の指導力の差の源泉となるものだった。1938年、昭和13年7月30日、産業報告運動の中央指導機関として、産業報告連盟が発足するが、指導力不足によって機能せず、政府は1939年、昭和14年4月28日に、内務、厚生領事館通帳 三方国連合会設置に関する件を全国の知事宛に発し、道府県知事、東京は警視総監を会長とする道府県連合会と、その下に警察所管区を単位とする支部連合会を結成することを指示した。これによって中央機関である三方連盟と企業単位参法をつなぐ組織が完成したが、これによって内務省は 三方運動の指導権を掌握することになった日本の敗戦後、内務省は陸海軍の解体、廃止に伴う治安情勢の悪化に対応するために警察力の増強と特攻警察の拡充を行うつもりでいた。1945年昭和20年8月24日、政府は警察力整備拡充要項を閣議決定し、帝国陸軍、 海軍と憲兵の解体によって治安維持の全責任を内務省、警察が担うことを決めた。以上三つがその計画であり、警察を軍隊の代わりにすることを意図していた。1945年昭和20年9月7日、内務省は陸軍省、海軍省と協議し、福音軍人を警察官に吸収する計画を立てた。警備隊、武装警察隊、 水上警察の上級幹部として、陸軍大学校、海軍大学校出身者と優秀な憲兵将校を2000人採用し、警部補には陸軍士官学校、海軍兵学校出身者を当てることがその内容であった。特攻警察については大拡充が予定されており、昭和21年度警察予算概算要求書には、特攻警察の拡充、強化のために、 1900万円が要求されていた。内容は、1、視察内定の強化、共産主義運動、右翼その他の宣鋭分子、連合国新中地域における不穏作動の防止、2、労働葬儀、お弱葬儀の防止、取締り、3、朝鮮人、関係、4、情報機能の整備、5、港湾警備、6、列車移動警察、7、教養訓練、特攻講習、 特攻資料の作成の計7点である。政府、内務省は、警察力の武装化と、特攻警察の拡充、強化によって、敗戦による未曽有の社会的悪条件の下にある、民進の動揺を未然に防止し、不穏な作動を徹底的に防止することを狙っていた。1945年、昭和20年10月5日、政府は GHQ に、 上記の警察力拡充計画の許可を求めたが、GHQ はこれを拒否している。1945年、昭和20年10月4日、GHQ は特別高等警察や政府による検閲、日本における検閲を参照、いわゆる国家新党の廃止を指示、さらに内務省の下での中央集権的な警察機構の解体、裁分を求めた。また、 局局や地方局を中心に公職追放の対象となる官僚が続出した1947年、昭和22年5月3日に施行された日本国憲法は第8章を地方自治として定め、それまで内務官僚が就任していた、都道府県知事は公選となるなど、地方行政の大きな転換がなされた。同年末、GHQ の指令により、 内務省は廃止され、74年余りに及ぶ歴史に幕を閉じることとなった。内務省最後の日、内務省が解体され廃止されることに非常に憤慨していた内務官僚の後藤田正春は内務省を復活させなければ死ぬに死ねないと言ったとされるが後藤田本人は否定している。ただし後藤田の6年後輩で警察庁でコンビを組んでいた渡辺正夫が 前日の発言は、ご当田のものだと証言している。内務省廃止の式典の最後に、中堅、若手の内務官僚が集まり、必ず将来、内務省を復活させますと、内務省の先輩に誓って解散したという秘話が伝えられている。他、内務省廃止の日に、最後の別れの主演が開かれた席上で、居残り組、総理長官房自治下の中心である。 鈴木俊一が内務省の先輩たちに対して私が後に残って必ず内務省を元通り復活させてみせますと誓ったとされている。かつて内務省が担っていた業務は多岐にわたるが現在では主に以下の省庁がそれぞれ所掌する。今日、これらの省庁の中でも総務省、警察庁、国土交通省、厚生労働省を指して旧内務省警官庁と呼ぶことが多い。 事務担当の内閣官房副長官、区内庁長官には、これらの官庁出身者であることが考慮される。内務省の解体、廃止によって、旧内務官僚たちは、上記の旧内務省警官庁に分散することになったが、内務省の復活を企てる、様々な案が浮上した1960年代、初頭まで、旧内務省警官庁が人事などで相互に助け合う。 事例がたびたび見られた。例えば、内務省の解体、廃止後の1948年、昭和23年に内事局の官房自治課長を務めていた小林よそじが GHQ から公職追放の対象として睨まれた際に、旧内務省国土局の後ろ身である建設省に一時的に退避している GHQ による占領統治が終わるまでの間、 小林は建設省の文書課長という数用なポストを務めており、その後、1952年、昭和27年8月に、自治庁行政部長として帰り咲いている。総理府官房自治課と、地方財政委員会が統合されて1949年、昭和24年に、地方自治庁が設立されると、旧内務省地方局系の自治官僚は、 旧内務省警報局系の国家地方警察本部のキャリア官僚の採用事実上代行してサポートしていた。内務省の解体、廃止後、国家地方警察と自治体警察に細分化された日本の警察機構は権威がガタ落ちし、学生からの人気が急落していたからである。そのため、東京大学法学部の出身者はアカというありさまであった。 国家地方警察本部はその対策として、地方自治庁から東京大学法学部出身のキャリア官僚を採用し、間もなく国家地方警察本部に配置替えをすることで、キャリア官僚を補っていた。この監修は、1954年、昭和29年の警察庁の設立により、警察機構の最中央集権化が達成され、警察官僚の権威と人気が回復し、 自前で優秀な学生を確保できるようになるまで続いた。旧内務省警官長官の人事異動は局長レベルでは珍しくなったが、それは現在も続いている。1936年、昭和11年6月当時、出典、内務省市第1巻、大化改編、1971年。1947年、昭和22年当時、 出展、拡張職員小6印刷局、戦後時期史8、内務省の解体自治大学校。出展、内務省史、第1巻、大化改編、1971年。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。